権がどうのって今出てたので、そうなんですよ ね、すごいね、そんなんでわかるんだ。すいませんでした。お店の音楽をつけてしまってたので、うん、動画が途中で止まっちゃいました。準備ができてなくてちょっとお待たせしてます。すいません。すいません、お待たせしてます。すいません、動画が止まっちゃって、ください。すいませんでした。すいません、お待たせしております。それはこういきますね。ありがとうございます。はい、はい、あ、こっち俺、はい、新谷さんできましたか？アシスタント A と B。 いえいえいえ、はい、皆様お待たせいたしました。遅くなって申し訳ありませんでした。はい、はい、では本日のインスタライブ始めさせていただきたいと思います。はい、パチ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 、あ、新谷さん初めてか。そうなんですよ、ライブ立ち会い。そうなんです、うん、うちの次世代のエースだね。そうです、うん、候補すでに、うん、すでにね。では、はい、今日はうん、ありがとうございます。いつもご好評いただいているこのリボンがついた、うん、ハイテンションのテーパードジョグパンツに、うん、この、春夏仕様の、うん、で登場しましたので、はいはい、今日はそちらのご紹介させていただきます。はい、まだ息切れしておりますね。はい、息切れしてます、はい、ね、8時3分前までお客様いらっしゃってね、ありがたいことにね、はい、もう何よりも喜び。その前もなんか準備がしきれてなかったものですから、うん、すみません。はい、いいんじゃないでしょうかね。こちらのパンツ、うん、もう本当にお持ちいただいているお客様多いと思うんですけれども、はい、今一度リボンがついたウエストゴムのパンツで超ハイテンション、はい、伸ばしてはい、ビヨンビヨンってやってください。はい、はい、ずっと、はい、モッコがハイテンションジョグパンツ、
いつも呼んでるやつですね。で、はい、パッションはずっとソフトジョッパーズって言ってたんですけど、いつの間にか消えちゃいましたね、はい、力関係シェアを取った感じがします、はいはい、完全に怒涛の寄り切りで、怒涛の寄り切りで抗いませんでしたね。ペーパードジョグパンツ、うん、所詮パッション小物だモックが大物だ、はい、で この春夏、はい、オーダーしたカラーが4色です、うんうん、はい、白と、はい、このアイスグレー、うん、そしていい色ね、この、はい、ちょっとボケた感じだけど優しい色。そうなんですね、新色の、はい、これくすみブルーです。くすみブルーっていうのね。これブルーですね。くすんだブルー、今履いてるやつよね。ダスティーブルーです。ダスティーブルー、画面で見るともしかしたらグレーっぽく映ってるかもしれないんですけど、はい、うん、完璧にグレーになる、ブルーなんです、はい、こちら本当にね、ブルーよね、はい、ちょっとくすんだパステルじゃないんですけど、はい、明るめのブルーになっております、はい、すごいいい色です。ちょっとニュアンスカラーというか、うん、で黒です、うん、結構この春夏は色を厳選しましたね、うんうんうん、ね、いっぱいやってきたけどね、はい、ちょっと色を厳選しております、はい、でアイスグレーでご紹介させていただきますと、うん、とにかくこれもうご存知の方は多くてらっしゃいますけれども、ここにこうタックが入っていて、うんうん、でよくここが膨らむの嫌なのって言われるんですけど、うん、膨らまないパンツです、うんうん、で綺麗にこう体に沿って、うん、で足先がすぼまっているので体に沿ってシュッと収まるように作られております、はいはい、なんでね、割とこう2タック取ってるんだけれどテーパードであるがゆえってことではないんだけど、ここの収まり、はい、お尻周りはすごいすっきりなるのね。すごいすっきりなお腹とか、うん、結構パンツはなかなか形が、はい、難しいっていうお客様もこれに関しては喜んでいただくケースが多いですね。本当ですね、まあ、これでもダメな方はまたね違う感じになっちゃうけど、大概履いていただくと便利、もう好みの問題ですね、うん、でなんか形が綺麗に収まるので、うん、はいはい、背が低めの私が着ても、はい、まあ、足首ちょっと出てなんかこう軽やかに収まるなっていう感じの色になっております、はい、うんうん、それと何よりお出かけっていうんではないんだけど、はい、普段着っぽくない。あ、そうですね、カジュアルすぎない、普段ガンガン履いてほしいんだけれどそのまんまお出かけできるパンツ、はい、そうですね、うん、になってます。綺麗だものね、うん、素材の感じ、デザイン性ひっくるめて、ね、このパンツは本当に、うん、シマークのロングセラーのパンツなので、はい、ね、本当にすごいロングセラーね。でもガンガン洗って、はい、もうすぐ乾くので、はい、もう年間通しても、うん、もうね、最高枚数買っていただいている方はね、46本ぐらい買っていただいて、お一人ね、はい、すごいですね、はい、46本もっとかな、年間10本以上買っていただいてる。プレゼントとかですか。いや、プレゼントもあるけど、基本的にまず紺、あ、黒、あ、黒だけで30本ぐらい買っていただいてる。あその代わりこれしか履かないっておっしゃる。1年通してね、冬でもタイツ履いて夏はもうこのまま。確かに、そう、50本のお題に載ってるかもしれない一人でね。確かに黒とか紺とか、はい、複数枚お持ちの方は少なくはないですね、うん、あとどうしてもヘビーユースするから、うん、洗濯機でガンガン洗えるし膝も日常的に抜けないんだけれど、やはりさすがに毎日ね朝から晩まで履いてるとへたってはくるのね。あ、だからちょっとやっぱ張りが、そう、3、4ヶ月毎日履いてると 3、4ヶ月に1本ぐらいはダメになっていく。毎日履いてる、まあ、ガンガン洗えばっていう、そう、うん、その代わり毎回2本か3本買っていかれる。パッションの靴と一緒かな。あ、違うか、パッションは2年間パッションさんは履かない派、ね、履かない派。そう、とにかくこのブルーの色がすごい綺麗で、
不思議だね。アイスグレート当ててみると全然色が違うの分かると思います。うんうん、シマークに入るとなんかボケないんだよね、この色ね。そうですね主張するいい意味で。はい、でちなみに合わせて着ているトップスはマーク・ケインのニットになります。にくいね。素敵ですね。素敵です。本当に、はい、この柄に意味はありません。彫りに凝ってるけどね。はい、たびたびライブで登場するこのストール、はい、と同じシリーズのこのニットになっております。はい、ね、編み地がすごい綺麗ですね。うん、着やすい綿、ちょっとごめんなさいね、綿90、ウールが10、コットンウール、すごい着やすい、はい、なんかパンツとすごいいい感じですね。はい、これはオールマイティでいいね。ちょっと贅沢ですけど綺麗です。いや、いいじゃん、いいじゃんって、すごく、はい、です。よろしいと思います。ではちょっと他の色に行ってみたいと思います。うん、はい、今日はあのファッションさんと新谷さんがコーディネート組んでくださったので、はい、コーディネートって30秒。さすがです。じゃあちょっと私は、はい、あ、黒ですね。はい、じゃあ黒が黒、はい、じゃあ白。はい、着るだけもっこちゃんですね。じゃあ白着てみます。はい、はい、よろしくです。お願いします。はい、さあ新谷さん、なんかつないで。あ、でもせっかくだから自己紹介しといて。カメラは何がカメラは、カメラじゃないですよ、これ携帯です。はい、少々お待ちくださいますよね。スタバタラクファッションです。モッチーさん、どっちのパンツを履いてるんですか今。白です。白ね、はい、じゃあこっちだね。はい、今着替えてきます。すぐ出ますのでちょっと待ちください。新谷さんって、新谷さんって、であれよ、出てきて出てきて、アイスグレー入っていただいた、うん、ねえ、アイスグレーで、あ、綺麗だな。先ほどはどうもありがとうございました。電車の中から今見ていただいてるのかな。あ、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。あら、綺麗、かわいい。綺麗ですね。うん、前だけ入れていいですか。うん、入れて、入れちゃいます。あ、じゃあ、新谷さん、アイスグレー行きますかね。うんうん、いえいえ。コーディネートで。ねえ、ね、出たらいいじゃない。ここは一回慣れると楽よ。次も出てもなんか、そう、ハードル高くなりますから。そう、せっかくだから。そのまま出て。ハードルがないです、ね。モッチーさんいる間に紹介したの。はい、見てない人知らない方多いからね。いい感じ。ちょっと。あ、じゃあ新谷さん。うん、新谷さん紹介して、はい、ついでにね。嫌、はい、とは言わない。じゃあアイスグレー履いてくださいよ。うん、いや、もうこれはお着替え、じゃあ、じゃあ、うんうんうん、ちょっとでそのまんまです。すいません、はい、うん、まっすぐ立って、はい、伝えるんだから。1号店と 2号店と自由が丘と3店舗入られてる新谷さんです。はい、よろしくお願いします。そう、助かってるよね。はい、本当に、うん、3店舗入ってますので、3店舗入ってるの、はい、お会いすることが、うん、あると思いますので、はい、もうアパレル歴がすごく長いので、うん、はい、いろいろ、うん、聞いてください。あとは、うん、すごくご自分の世界というか、うん、好みがはっきりおありで、うん、そのお洋服の着こなし、うん、ご自分のお洋服の着こなしをしっかり持ってらっしゃる方なので、うんうん、新谷さんの雰囲気が好きっていうお客様もいらっしゃると思う、うん、多いと思いますので、そう思う、そう思う、ぜひいろいろお洋服の話で盛り上がってください。うん、なんか
関西人なのにちょっとふにゃふにゃしてるんだけど、すっごいねセンスいいので、かなりセンスいいですから、皆さんどうぞ、うん、期待して、ちょっと脱力系、そうそう脱力系のあれなんだけど、センスはめっちゃいいので、ぜひね、はい、あのいろいろ相談いただければ、なんかふにゃふにゃしながらしっかりそうですね、うん、提案できると思います。はい、うん、よろしくお願いします。はい、お願いします。こら、お尻が引けてる。また美女がって。スタイルいいしね。うん、おしゃれだから。ああ、ありがとうございます。うん、また美女が。うん、あらね。また美女が、うん。お、心強くスタッフさんですね。心強いです。本当にね。本当に。もうちょっとね、あの申し訳ない時もあるんですけどね。うん、急遽ね、自由が丘ちょっと行ってくれませんかとかね。ニコニコして言ってくれます。ちょっと腰が引けてますけどね、いつも。時間の問題かと。そうそうそう、もうやつは強い。1月に入られた、あれ12月の終わりですね、うん、12月に入られました。彼女はすごいです。新谷さん、先ほどありがとうございましたって。こちらこそね、うん、でもなかなかあの本当にいいセンス持ってるんで、はい、うん、それぞれの個性が島マの中では花開いているような気がしますので、まあ誰がどうのということじゃなくてね、いろんなイメージ聞いたりしてもらえるとまた楽しいかなと思いますね。遠慮なく、はい、はい、よろしくです。でなんかもっこちゃんいい感じじゃない、これ、はい、白を着てみました、はい、そのブラウスさ、お色違いもあるよね、まだ出してない、はい、もう出してるか、あ、出します、はい、新谷さん、これお色違いかかってません？はい、このジョグパンツ、はい、ありがとうございます。かっこいいね、もっこ、このジョグパンツ、うん、白が、うん、透けないんです。それがすごい良くて、うんうん、で、あと素肌に着てても、すごいサランサランなので、うん、はい、真夏もすっごい気持ちがいいんです、うんうん、めちゃくちゃおすすめです、うんうん、とってもおすすめです、うん、あらあら、お尻隠す必要もなくってよ。で、こちらが合わせているブラウスになります、うん、はい、そうですね、鳥みたいな柄ですね、うんうん、シフォンみたいなね、シフォンまでいかない、まあシフォンの、シフォンジョゼットに近い感じの透け感のある扱いやすい綺麗な生地です。そうですね、ポリエステル100で13,750円になります、はいはい、これいいね、これいいね、すごくいい、エアリーな感じがすごいいいですよね、うんうん、で、何気にいい、はい、後ろが切り替えていて、はい、うん、ここにギャザーが入っていたりとか、うんうん、あとここ切り替えてギャザー入ってたりして、うんうんうん、結構細かく作られていて、うん、すっきり見せたいところはすっきりしていて、はい、でもふんわり見せたいところはギャザーを取っていて、はい、で手首はこうリブね、リブでキュッとするっていう、はい、何気にちょっと小技の効いた素敵なブラウスになっています、はいね、はい、横に広げてみましょうか、身幅こんなにあります、画面に収まりません、はい、メーター40ぐらいありそうですね、画面に収まってません、はい、130ぐらいあると思います、身幅のね、ぐらいあります、うん、綺麗でしょ、はい、ね、使える、で、おしゃれ、スカートとかに全部インしてもいいし、うん、出すとチュニックになりますので、うん、もうどんな使い方でもできるブラウスになっております、うんうん、すごくいい感じ、はい、それでちょっとコートを羽織ってみて、それがまたいい感じよ。そしてこのコート、もうこのお気に入り、大好き、もっこ悩んでます、買おうかどうかって、ね、もっこに渡すな、みんな先に買っちゃえ。本当です、そう、あ、かっこいいじゃん、かわいいじゃん、 ね、はい、このコート本当にかっこいいです、はい、もう本当ジョグパンツは何にでも合うので、うんうん、もうみんな、皆さん知ってるよって感じだと思うんですけど、うん、いいよ、かっこいい、かっこいい、おすすめです。合わせよね、トータルの合わせがまたね、そのパンツそのものを生き返らせてくれるし、はい、そうですね、もうね、見飽きた感じゃなくて、ああ、やっぱりいいなって感じね、そうですね、うん、飽きない、うん、飽きない、うん、着方、コーディネートの分量でまた鮮度が変わる、
いい感じです。いい感じです。このコートいいね、うん、すごい綺麗なんです。すごいかっこいいですよね、うんうん、ちょっとそのコートさ、アピってみな、あれもうない、こっち、あ、ライトグレーがもうないんです。あ、そうですか。これ3色あったよね。2色です。2色だった、はい、あれここ2色です。これは2色、ね、あ、そう、うん、そうかそうか、ライトグレーとこちらの黒か、黒でね、どっちもいいんだけど、これいいね、はい、しつこいようだけど、めっちゃいい、と思います。いい女に見えるもん。素敵ですよね、はい、とにかくこのコートがとってもおすすめのコートになります。このポッケの膨らまし方とかも見せてもらって、そうそう、ね、このポッケが立体感のあるポケットになっております。はい、なっているのと、うん、ここのフード周りに芯を貼っているので、うん、フードがきれいに立ち上がるようになってます、はいはい。あとここは折り返しても折り返さなくてもいいようになっています、うんうん、こうなってますね、うん、でも折り返した方がいいね。そうこの白が効いてるよね。そうかっこいいんだの、うん、あとトリミングが全部白、あのバイアステープでね、はい、綺麗です、綺麗です、真っ黒な中に、ね、うん、白が、うん、そうで、フード裏は白い面を貼って、はい、この今言ったトリミングがあのロゴが入ってるんですね。ブランベルの、ブランベルストゥディオ、ストゥディオね、はい、はい、これがねまたちょっと効いてますね、はい、絶品コートです、うん、これね、ちょっとコクーン種類と、うんうんうん、サイズ15号ぐらいの方まで拾えちゃう。もうサイズ感が7号からね、あるような、ないような、ないないない、うん、収まりがとても良い、はい、っていうかかっこいいねこれね、かっこいい、あら、しかも、はい、一番かっこいいのは、そうブランベールっていつも値段言うとき照れるんだけれど、自信満々胸張って言っちゃう、これは言いたい、言いたいよね、言いたい、うん、じゃあ言ってもらう、はい、あ、違う新谷さん、新谷さんどうだ、いくらだ言っちゃう、うん、言ってもらっちゃう、そういじると楽しいお値段が37,400円なんです、はい、なんと37,400円、安っぽい、拍手めっちゃおすすめ、あー、なんかいいね、軽い通販みたいになってきたいいね、ショップチャンネルです、スタジオですね、アビー、これはこういう素敵なお作りになってて、素材もいい、この張り感もそれでなんと皆様、このトリミングの白までご覧いただいた上でこの値段、嘘みたいでしょう。あ、LL が、あ、残りわずかになってまいりましたね、はい、あ、M サイズも残りわずかになってまいりました。あ、違う、あ、ただいまもう M サイズ、ほら、全部売り切れになりました、はい、皆様っていう感じ、はい、皆さん固まってるすいません、うん、うるさいって感じですね、うん、でもめっちゃいいよね、ですね、うん、パンツの紹介なのに、そうですね、でもトータルで素敵、白黒いいね、はい、ですね、今更ね、綺麗、はい、ですね、うん、じゃあカモメが飛んでるけど、そうなんです、カモメこれ、はい、うん、ついに通販そう、ついに通販ショップチャンネルになりました、ショップチャンネルになってます、はい、こちらです、はい、じゃあ、次にあの新谷さんがセレクトしてくださったアイスグレーのコーディネート着させていただきます、うん、そういえばさ、去年ショップチャンネルじゃなくてもう一個のなんだっけ、はい、もう一個の通販、ショップチャンネルと、もう一つ大きいチャンネルあるじゃない、うん、ジャパネットじゃなくて、違う、ジャパネット高田じゃなくて、もう一つ、去年はその通販からの話もあったのよ、あ、そうなんですか、うん、お断りしたけどね、うん、なんだっけあれ、あ、そうそうそう、 QVC、 まあ、CNN みたいな、 そう、そうです、そうです、そうです、はい、皆さんありがとうございますそうそうQVC から去年ね、シマークのオリジナルあのやってくれないかっていう話があったんですけど、お断りしました、やってられません、各色5枚ぐらいしか作んないのになんでそんなの通販できるんですか、いやだからねって、もっと数いっぱい安くであのこのデザインをやったら
売れると思うんですよって話があったんですけど、嫌です、冗談じゃないっつって、デザインを殺してたまるか、そういう言い方しませんけどね、丁重に。銀座まで行ったんだよね、話に。はい、あ、いいじゃない。おお、新谷セレクト、はい、もっこよは時間がなかったんで、今日のコーディネート2分でもうパッションと新谷さんにやってちょうだいっつってね、楽でいいね、はい、なんならかっこいい、うん、ですね、うん、この場合リボン入れちゃいます、ね、うん、どっちでもいい。もしあの、うん、リボンが、うん、あのなくてもいいかなっていう場合はこうやって中に入れちゃってください、うん、こんな感じになります。これがこんな感じ、わーかっこいいです、うん、いいね、はい、おろ、なんかちょっとスポーティーでなんか動ける人みたい、なんか都会的で、うん、はい、動ける渡辺がなんだっけ、あれかもっこかって感じ。はい、アイスグレーはあの真っ白とも違いまして、なんていうか、うん、なんていうか、うん、ちょっとこなれた感じの色を困ってる表現に困っちゃってます。アイスグレー結構なんていうか、うん、真っ白だとちょっと照れるんだけど、うんうんうん、あの明るい色が着たい、うん、だけどあのベージュとか着るとちょっとあまり似合わないわっていう方も少なくないので、うんうん、このアイスグレーは結構あの合わせやすい色です、うんうん、何よりあのひもビジュのこの銀箔シルバーのスリッポン、いい感じ、またいい味放ってきましたね、はい、そうですね、やっぱり時期って大きいですね、大きいですね、うん、ずっとこのシリーズ置いてるんだけど、やっぱり時期時期でグーってこうなんていうんでしょう、露出度が高くなる、そうですね、うん、いい感じになってきた。で今着ているのは前にあのライブでも登場した、はい、ブランベールのニットになります。これ新谷さんごめんなさい、もう 色違いあと2色、はい、ね、綺麗よねこれ、こんないいのもね、いいのもあのね、本当に新谷さんはこれセンスいいのよね、うん、とてもいい、はい、黒も綺麗だね、それもね、黒も綺麗ですね、うん、もっこが着ると噛みつきそうだけどね。こちらのニットになります、はい、うん、ちょっと綺麗でしょ、あの何気ないんですけど、うん、ものすごく存在感があって、うん、合わせがしやすくって、うん、一枚着でもインナーでもいけます、はい、ありがとうございます、どっちも好きです、ありがとうございます。あとまたちょっと下世話な表現させてもらっていいですか、高そう、そうですね、うん、あの高く見える、高いけどね、こちらのニットが29,700円です、はい、ほどほど高いんですけどやっぱり高く見える、ただシャリ感のあるニットですごく扱いやすいです、うん、時期長く着れますね、で高見えとかいうくだらない言葉じゃなくて単純に高く見える ね、 そうですね、いいものって感じする、とっても、うん、じゃあ次最後黒着てみます、うんうん、いい感じです、最後の黒もちょっとお楽しみくださいね、あの楽しみに待っててください、30秒で選んだ服だけどね、はい、あの時間かけないで、あこれとこれいいじゃんっていう感じのコーディネートの時すっごい収まりいいんですよね、いろいろ考えて、あこれはどうだろう、あれはどうだろうって感じで当てながらやってると意外に時間かけたほどいい感じになんなかったりしますけどね、そうかもしれない、うん、そう、って思いつきで、そうこれって思う、そうそうそう、本当に本当にそうです、綺麗な感じだったりします、ね、うん、はい、もっこが最後の黒を着ておりますのでちょっとお待ちください、画面はフリーズしてるわけではないです。これかわいいね、うん、かわいい、めっちゃかわいいよねこれね、はい、めっちゃかわいいです、はい、
なんか味しめて僕を今後全部周りに振りそうだね。そうそうギリギリまでなんか、そうそうなんか忙しそうにしてて、忙しい振りしてて、あちょっと時間ないから間ちょっとお願いします。ね、センターさんこれお願いします。中島さんお願い、ジーナお願いって。そう。はい、あ、はいはいはい。こちらイブルースのニットになります。なんかいいよねこれね。本当にあの今からニットでもブラウスでも T シャツでも何でも合うパンツ、うん、一応パンツの紹介なんですね、うんうんうん、今日ね、うん、でもやっぱりね合わせとしてこの時期にこんな感じで合わせてもらうと、うん、このパンツジョグパンいいでしょっていう ね、 いいね、見てもらえた。トップスはイブルースのニットになりまして、うん、黒なんですけど、うん、ちょっとこう白い糸も入っているので、はい、なんか雰囲気が軽い軽いっていうか、あの白が浮き上がる、うん、綺麗な感じですね、うん、ふわってすごい着やすいです、うん、39,600円になります。値段もそれなりですけど ね、 ちょっと素敵度バッチリですね。そうここが、はい、ラインが白ですね、はい、でこちらに、はい、もうこれはね黒白黒白黒でいいよね、はい、あまりこう色物とかじゃなくて綺麗な白を重ねましょう。こういう時は潔く。このジョグパンツはスニーカーももちろんなんですけど、ショートブーツとかロングブーツと合わせてもいいですし、うん、はい、あのローファーでも、はい、あの何でも合わせがいいので、はいはい、もう本当にあると便利ね。とても素敵なトップスってですよね、うん、綺麗、いや、めっちゃ綺麗です。合わせがいいですね、はい、着た方がいいですね、このニット、うんうん、畳んであるとそんなに、いや、畳んであってもいいよ、ね、なんか戦いたい。そうだよね、はい、こんな感じになってます、うん、はい、いいじゃないね。もう脱いだ時のそのね、お袖のあの白の模様っていうかね、柄が浮き上がるように綺麗なのでね、はい、ちょっとこうシンプルシンプルに見せといて、はい、はい、ちょっとお茶しようか、はい、はい、カフェ入りました、はい、はい、お客様何になさいますか。あ、じゃあ私、アメリカ、はい、わかりました、はい、ってな感じのね、うん、時間は素敵って、はい、見た時にね、はい、これは大事ですね、はい、白コート春ですね、軽やかですね、はい、これいいよね、はい、マレーラのこれですね、うん、はい、素敵です。綺麗だよね。でちょっともう一回白のパンツ当ててみて、その黒のニットに鉢元ね、黒白はやっぱりまたいいね、この時期にね、うん、ほら季節が変わる、あ、ジレでもいいよね、うん、もうバッチリです、うん、むしろ大袖をね、活かせる、ね、うん、あー、いいね、いい、うん、小芝居がいい小芝居じゃないです、大芝居で、そうそうそう、なんか、あー、嫌だ嫌だ、息が合っちゃった、あー、嫌だそれ違う中芝居だとか言おうと思ったんですよ、分かっちゃうんですよね、くそ、あ、これ綺麗 ね、 ここがいいですね。ちょっとひっくり返してもらってよ、袖インター車かな、いつもね言うところの、あ、これはインター車ではな、ちょっとごめんね、あ、普通の編み地だね、うん、ジャガードリです、ジャガードでした、はい、でもこの白の浮き上がりが綺麗ね、はい、印象的、着るとね、なんか良さがすごい出ますね、はいはい、うん、でとにかく着やすい、うん、それはだって高いもん、着やすいのとっても、だって4万だもん言っちゃった言っちゃった、うん、でもいい感じです、はい、うん、なんかモノトーン白黒っていつも素敵なんだけど、はい、やっぱりその白黒がスコーンって綺麗に見える時と、まあ何でもなくて白黒だなっていう時があるんだけど、どうなんでしょう、やっぱりこう春が来た来た、うん、春よ噛む、うんうん、そんな感じの中で明るい色とかは当然ねワクワクするんだけれど、こういうメリハリの効いた白黒、うん、いかがでしょうっていう感じもしますね。おしゃれ、おしゃれだよね、おしゃれ、うん、いい感じ、はい、じゃあ今日おさらいです、はい、今日は、うん、ジョグパンツをご紹介しまして、うん、はい、今年入れたカラーは白と、はい、このアイスグレー、はい、そしてこの画面で見るとグレーに見えるかもしれないけど、はい、ブルーです、はい、
ダスティーブルー、はい、この新色、はい、ダスティーブルーです。どの色もいいんだけど、うん、これちょっとおすすめです、うん、そうね。あと黒、もう持ってらっしゃる方多いと思うんだよね。ほとんどの方持っていただいてると思うけど、はい、新色としてまたね、この色を足しましたっていう感じですね。特にこの2色、うん、いいね、おすすめです。はい、大変おすすめです。はい、いいと思います。でこちらが、15,180円、はい、で36、38、40サイズございまして、はい、36サイズで7号から9号小さめの方、はいはい、38サイズで9号から11号小さめの方、はい、40サイズで11号から13号の方、はい、になります、はい、お家でも洗濯機でガンガン洗って大丈夫です、はい、まあ、半日で乾きます、うんうん、いいと思います。でもおすすめです、うん、そんな感じですかね。そんな感じです。今日はジョグパンのみで40分もないやってしまった。ちょっと出だしが遅かったですからね。うん、あ、でも素敵これ。はい。うん、いいです。ね。着心地良さそう。素材感で春って分かりますね、うん。そうね。少しこういう感じのニットを今合わせるだけでも気分変わる ね。気分変わります。おしゃれ。しかも普通に長袖でいいし。うん。ちょっとあの帽子までかぶってみて。キャップのもっこちゃん。あら、なんかロスあたりにいそうよね。ね、海岸をビーチを軽く、そう、うん、VIP じゃない普通の人。そう、うん、ちょっといい感じですね。ちょっといい感じですね。うんうん、この柄がそうそうそうなの、そう、スポーティーな感じのエレガント、とってもいいかなと思いますね。うん、そんな感じです。はい、ね、今日もありがとうございます。じゃあ今日すいません、バタバタしましたけれども、はい、あのありがとうございます、はい、新谷さんの帰りのご挨拶、うん、そうね、うん、はい、はい、次のライブは土曜日のライブ、明後日になります、はいはいはい、全員ライブかな、はい、はい、になります。もっチャンネルですね、本来のね、土曜日はね、そうですね、はい、はい、じゃあぜひあの、はい、ジョグパンツおすすめです。はい、はい、新谷さんも本当今日はありがとうございました。この時間までお付き合いいただいちゃって、はいはい、ね、本当にありがとうございます。ちょっと待ってね、写真だけ撮らせて、はい、 OK です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。よかったね、すごいよかった。はい、うん、楽しい、コーディネートのおかげです。うん、本当、はい、ありがとうございます。もうパシリ、パシリ。新谷さんいつも素敵ですって。うん、あ、嬉しいです。パシリ中島、パシリ新谷。パシリ。次もお願いします。はい。失礼いたします。はい。失礼します。